綺麗。うわあ、すっごい綺麗。いや、癒される。あー、すごい。すごい、なんか旅番組って感じが。めっちゃ美味しいですよ。中なの？抹茶セットだよ。お父さん、これ抹茶セットって、これ、はい、このそこのお餅かな。あ、そうですね、梅ヶ谷餅。どうぞ、中に入れてください。お母さん、どこが一番絵になりますかね。中のがいい。え、ここどう？景色いいですね。ここにしよう。来たよ。いや、そばだからまだ時間がかかる。シュシュします。お手手だもんね、これ。ここなんて言うんですか。はい、うぐいす茶屋だって。いただきます。いただきます。いや、まだ来てない。お箸ない。あ、お箸あった、あった。あ、お箸で食べるのかと思った。私あっち待って食べちゃおうかな。はい、閉めよう。ありがとう。私にも。つまようじまで出た。すみません、あの、ミネコ、あの、私にも。こちらに今持ってきそうです。ありがとう。割り箸屋さん来た。うん。つまようじまで。頼んでない。いただきます。いただきます。うん、頼んでないから大丈夫よ。うん、ありがとう。熱々もちもち。うん、なんか通常のお餅の感じよりももっとエアリーな感じ。軽い。あ、なんかすっごい背景が綺麗。うわ、本当にすごい。マリアさん合ってますね、この雰囲気。本当？はい。うん、嬉しい。なんかオレツつけてる。そうですね。屋根がオリジナルで。オリジナル。即興で作曲して、ことがね、うん、美味しい。甘さ控えめにちゃんとなってて、本当にすごいふわふわ、美味しい。なんかあんこの味もそうなんだけど、こっちの周りの部分の味もしっかりしてますね。これなんでこんなに、なの、出来たてでもこんなふわふわしてないですもんね、通常。せっかくいい雰囲気で食べてズルズルやってくれた。景色眺めながら食べるともう何百倍も美味しくなる。ちょっと出てこなかった。もう、あ、待て、お蕎麦来たよ。あ、美味しそう。もちこちです。あんこの量とかもちょうどいいな。結構一個で満腹感ありますよね。大きい。何の歌ですか？鮮やかでつるする。ハッとしてグーぐらいびっくり。鮮やかな景色を見てるのに先にはつるする。鮮やかでつるする。酔っ払ってる。近アイドルだ。近アイドル。近アイドルが歌いそうな。面白い。甘っ。甘っ。甘いってめっちゃ甘い。え？甘い。落ちるか。そういうのが大体厳しいもんだ。ああ、だからか。あ、そういうことね。うん。南にこう鹿児島の方が。鹿児島めちゃくちゃ甘い。確かにハマるよ。九州にいる間に九州の醤油の味にハマっちゃうよ。またそれはそれで。お腹で一番食べてる人だーれ。あなた。あなた。はい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 。なんかあの落ちてる。俺と落ちてるけど。今ね、コインが食べられないぐらいの大きさじゃない？もうちょっとちっちゃくしたじゃない？食べられた。食べられた？うん。あの、ふやけるからいいのかな？ふやけるから多分大丈夫ですね。だよ、こいってね。口がでかい。口がでかいか。ほら。食べればここ本来はあれだよね、なんか花が咲いてるんだよね。今切っちゃってるからですね。うん、綺麗だろうな、花咲いてたら。春頃とかですかね。こういう絵になるね、本当に。こっちとかも、あとこんな花もやりたい。じゃあママ、いつもやってるよ。
割れにくいですかね。あのオレンジは見て、あのオレンジでかいね。なんかここの主みたいなの。ほら。本当だ。あ、柳丸さんがいいとこにいるよ。ここが。ママ。柳丸さん。おいって外来生物だよ。すごいな。何情報？テレビ情報。テレビ情報か。あ、偉いね、覚えてて。あっちにさ、なんかあるよね、遊園地みたいな。なんかありますね。これ何ですか？あれ、僕も行ったことないですね。じゃあ、あの昔からあるとこじゃないんですか？いや、多分昔からあるんだとは思うんですけど。お父さんの遊園地って昔からあるんですか？ありますよ。お前行ったことあるぞ。あるんで覚えてない。ちょっとしたもんしかない。ちょっとしたもんしかない。いつよ。昔、小さい時。あ、覚えてない。柳丸さん、行きますよ。柳丸さん、なんで仕切り始めた？涼しいですね。でもちょっと曇ってきましたね。ちょっとマリアさん晴れさせてくださいよ。お任せあれ。あっちの方は空が青いと思う。本当だ。あっちに行けば。うん、なんか着物で着たいわ。絵になりそうですね。でも。ママ、本目すごくない？なんかこの木すごくない？なんかジブリに出てきそうやな今さ。え、これすごい珍しくない？この葉っぱ。もののけ姫とかです。ジジイの毛に見える。最悪。ママ、ね、これすごい。かっこいい。かっこいいね。かっこいいよ。やめてよ、変な表現。あ、楽しい。あ、雲の巣もすごい。ね、まるで雲、まるで雲が女の子。コメントが本当に独特。癖が強い。すごい綺麗ですね。あ、ちょうど菊の花が咲いてる。綺麗ですね。絵になる。ママ見て、すごい敵対地。すごいね。まるで雲の巣。どういう、全然みんなうんって言わないよ、それ。すごい綺麗。パーリーピーポルね。よりよりたい。すごい綺麗そっち。確かあっちの紅葉ちょっと見てほしい。すごい綺麗。すごいね。ちょうど今京都とかも行きたいなって思ってたから、そう、これを見ると日本酒飲みたいな。そこそこどっちかですね。ちょうどね、なんかああやってあのご祈願してる時っていうのかな、あのちょうど神様とつながってる時だから、ちょうどいい時に来た。めちゃめちゃタイミングいいですね。やっぱマリアさんって運いいですね。本当に運だけはいない。色使いとかすごい綺麗ですよね。あの今の時代も綺麗です。確かに。ご利益かすめとってますね。ちなみに何祈願したんですか？もちろん YouTube ご覧になってくださってる方の健康と ご多幸です。すっごいいいコメントが今頃来ました。やっとね。やっと来ましたね。おみくじやります。おみくじやります。おみくじは鎌倉では今日出したんです。あ、私は大吉でした。初めて見た僕は今日。私は確かに。なんか三色あるんだ。まあ、私こうやってるといつも引っかかったやつです。なるほど。もう開いちゃった。早い宗くん。小吉です。小吉か。だいぶグレードアップしたね。グレードアップしましたね。鎌倉時ね、今日だったからね。ちなみに旅の運はどうなってますかね。あ、旅行。ちょっと
これやばいよ。ほら、黒王子、油断するあら。やだ、ちょっと。ちょっと悪い旅になりそうかな。小吉でした。小吉。あ、柳さん。旅行どうですか？旅行、旅はね。黒王子油断するのは一緒かよ。怖い怖い。最後。あ、怖いよ。頼む。中吉。さすが。あ、一番。いいじゃない？これ返しますから、これも一回使って。旅の。釣れあればよろしい。あ、釣れいっぱいいるね。釣れいっぱいいる。いや、本当気持ちいいな。でもあっちすごい綺麗な青空だよ。本当に。ね、晴れ女神。晴れ女神。激烈な晴れ女神。そうですね。ここだけはロケでは重宝しますよ。業界関係の皆さん、ロケ旅番組はぜひ安心して晴れます。はい。そう、今カス入れるやつだ、これすごい。そして下に明太子が売ってたりでもこのお餅とか超かわいい。ほら、明太餅ね。本当だ、これかわいいね、ちっちゃくて。そうね。あ、ちょっと待って、これ何？あ、炭治郎のマスク売ってるよ。いらない？ねずこのマスクもある。マリさん、肩のところっていうか、胸のところになんか葉っぱが。え、そこ？よかった、虫じゃなくて、一瞬虫かと思うよね、これ。ゲジゲジだったらもう。ミノムシかと思う。もうね、白目向いて倒れてた今。あったじゃないの？あれ、ペンチで、あれ、あったかな？ちょっと持ってきて。えらいこいつだ。エイブレード、またいくらって書いてあった？恐ろしや。そんなに都合よく当たんないですよね。これ、あら、一等なんだって今の。レイブレードですか？レイブレード一等だって。だって家にいっぱいありますけど、似たような。いや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 。三つぐらいあったじゃん。でも、おねくんは何しに来たの？あなたは。お土産買いに行ったりね、神様にね、合格させてくれたりとか、合格祈願に来たんでしょ。何か来られないよ。あれ、さっきのじゃあ小吉出たのをちょっと払拭するために一回引きます。一回引くじゃん。一等出たらじゃあ大吉に変えてもらいましょう。そうだね。今日は500円払っといて。練習中の呼吸、くじの呼吸、くじの呼吸。何が出るかな。あのベイブレードは一等だからな。あ、ダメだけど、危ない。ママやろ。ここでこうやる。はい、開けて。3？ 3だね。3ですね。3ですね。まあ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 いいじゃん。外れじゃなかっただけいいじゃないか。これ細いですね、トランプなのに。ちょっと使いづらそうですね。え、それは違う、4等だから。え、4等の方が下？4等下ですね。そっか。あ、4等いいですか？はい、いいって。じゃあ勝ち駒にする？勝ち駒する。よかったじゃん。じゃあほら、ありがとうございます。ありがとうございます。よかったね。一番ほらベイブレードのようなものが、うん、ある意味、ある意味かもなく不可もなく。かっこいいね、 T シャツ。鬼滅の刃、まあ綺麗なくもない。これ欲しい？あー、エッチレスあるかな。現金限りかもよ。聞いてみようか。全然ダサいです。これこれ、ママ見て。かわいい、かわいい。耳が動いた。何これ？ママやってみて。現金はダメですか、これは。大丈夫ですか？うわ、すごい。すごい、見て、これ。何これ？あ、出てきた。